はい、チーンス、皆様どうもこんにちは。アディオスコットのジュンです。そしてね、今ちょっと僕、ケンゾーの家の屋上に来てるんですよ。オッケー、みんな、今ね、ちょっと僕しかいないってどう思ってるかわかんないんですけど、ケンゾーとマルクは、あと、20分ぐらいで来ます。いや、あのね、僕のね、この頭がぺっちゃんこなのは、先ほどね、ヘルメットをかぶってたからです。はい、素晴らしいです。まあ、皆さん、ちょっと、みんな、みんな集まってきてるんですけど、あ、もう一人来てよ。絶景ですね。絶景ですね。なんか浮いてるように見えるんだけど、宇宙人が現れました。じゃんじゃらんじゃらん、なんだっけ、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ、そう、ごめん、はい、しゃぶしゃぶパーティーをやっていきたいと思います。はい、ではね、私がね、こんな感じで肉を今回買ってきましたのでね、はい、まあ、今回買ってきた肉がイベリコ豚です。はい、ね、イベリコ豚って言ったらね、もう日本じゃもう高級なね、豚として扱われてますけども、実はですね、はいはいはい、こっちでは1キロ16ユーロ、日本円にすると2000円ぐらいですからね、はい、まあ、本当にこうやって考えるとね、まあ、安く食べれるって、まあ、当たり前の話なんですけどね。めっちゃ話すな。待って待って待って、お願いします。もうこれぶつ切りよ、もうこんな感じで。あら、あら、僕やっていい？はいよ。プロですね。はい。おい、答えてよ。俺ね、俺ね。はいはいはい、そうですそうです。この包丁、切れ味がないな。やっぱ料理でできる男ってかっこいいよね。切ってるだけだよ。かっこいい。うーっす、皆様。人参3本洗っていきます。まあ、僕ら優しいよね、本当に。ケンゾーとマルクまだ来てないのにさ、準備してるからさ。ユウがね。しゃぶしゃぶの人参の切り方をお手本してくれるそうです。いや、ちょ、これマジで、俺こういう切り方とか結構ふざけて、気をつけるよ。これちょ、痛かった。ちょっと待って、あのね、電気がなくてさ、見にくいのよ。言い訳ね。でね、ここバーベキューもあって、なんかバーベキューの動画もね、いつかここで撮りたいと思ってるんですよ。一応僕の、あ、アンドラの僕のテラスにもあるじゃないですか。だからここでもいつかやってみたいです。動画で。ちゃんちゃんちゃん。お知らせです。ちょっとね、暗くなって時間も過ぎてきたので、下に行きます。そう、暗すぎて、もう動画も撮れないし、めちゃくちゃ寒いので、下行って、ま、ケンゾーたちがもう下にいるらしいんですよ。暗っ！下行きまーす。あ、鍋は？あ、やべ、食べ物忘れるとこだった。Vamos bien, ¿no? Cabemos. Sí. ユー。うおー。こういうのが、危ない。トントーン、よ。皆さん、いらっしゃい。じゃあ皆さん、始まりました。美味しそうな肉。2021年最後の、しゃぶしゃぶパーティー忘年会。初で最後。初で最後。初で最後ね。さあ、僕しゃぶしゃぶの作り方全くわかんないから。何もわかんない。まあ、まず水をね、入れて温めなきゃいけないんです。そうそう、だからもう、醤油、あ、醤油。醤油よろしくない？醤油持ってきてね、もう、さっき上で全部やってたじゃないですか。そして暗くなって寒くなりすぎて、下に持ってきたんですけど、醤油忘れました。じゃあ水投入。え、どんくらい入れんの？いや、どうせ肉、まず野菜を茹でるし。あ、でも結構だ、これでも一点折りつつめる。あー！水茹でる上に、肉をこうやって入れて、しゃぶらなきゃいけないから。しゃぶしゃぶって言うのかな？しゃぶしゃぶって言うのかな？しゃぶらなきゃいけないから、ちゃんとね、必要なんですよ、水の量は。まず、昆布を水につけるらしい。ないっす。ないので、まあ、これは仕方ない。昆布は本当にないから、こっち。僕らしゃぶしゃぶ初めてだからね。醤油持ってきました。もう肉どんどんしゃぶしゃぶしていいんだから、それでいいと思うんだけど、俺は。しゃぶしゃぶ！それだけで、超久しぶりだよ。これシンプルだよ。ただ単に、沸騰した水に肉をこう、しゃぶしゃぶして、ソースつけて食べればいいだけだから。よいしょ。肉がうまそうなんだけど、これ、ぺったりくっついてるから、そうだ、箸、取り出すのが難しそうなんだよね。そこで手を使うんだ。手を使ったら毎回洗わなければならない。今からもうこの部屋を全部キムチの匂いにするわ。うわっ、うまっ。めっちゃいいね、それ。おお、金色じゃん。お、お、盗んだぞ、盗んだぞ。おい、この泥棒が。どう？うめえ。あ、辛くない？完璧。1個で訴えるとかやばすぎる。おいおいおい、いただきまーす。みんな盗んでよ。な、いただきます。いかが？これ日本米？これ日本米じゃないよ。食感がいいよ。うまい。バチクソうまいです。僕も500個ですもん。これ沸騰する前に野菜入れちゃダメな。ぼちゃってならないように。マジ気をつけないで。ゆっくりゆっくりゆっくり。ここ、ここ、ここ、そうそう、一番いらないでかいやつ入れよう。
こんなでかいネギ、まあ、絶対使ってるやつ、ね、日本これでもネギってうまいよね。あれネギがあることによって料理がめちゃくちゃ何倍もうまくなる気がする。そう、確かに。僕肉食べたいんだよね。肉食べたい。待たないと。本物のネギやったよ。そうだよ。あ、そうだよ。あ、そうだよ。これだ。そうだよ。そうだよ。あ、そうじゃん。あ、そうじゃん。これ偽物なの。たくさんも入れたいよ。いや、これだからメルカドーナーに買ってきた、ちょっとその代用。ブラだよ。お前ら見にしてんの。何のためにこれ入れたい。白菜はな、だから、あ、いらない。そっか、俺のリュックに入れたから分かんなかった。あ、お前、もうバカだな。めちゃくちゃいい素材いっぱいあるやん。白菜もうまそうやし。これ、人参とネギしか。ドラえもんのボックスみたいなもん。これだよ、これ。白菜があれば。そう。お前、じゃあ、いや、ごめん。うん。あの、俺のせい。えのきもあるよ。あ、俺マジでさ、どんどんいいものが出てくんだけど。なに芋虫がいる。芋虫がいる。白菜に芋虫。めっちゃ見えたぞ。白菜から逃げたと思ったら俺もう無理だ。虫がいる。俺もう無理だわ。俺もう無理だ。いや俺もう頑張る。選手交代。はい、選手交代。頑張って丸く。いや俺虫が無理なんだよな。はぁ、怖い。俺近づきてると思うよ、丸くん。え、虫がいるの。どこどこ。ここ最後にめくったところだよ。そんなにたくさんいんの。いや、一人たくさんいる。なに、人間みたいに。いや、もうど、あ、これめくってみ。そう、ここめくる。どっかの、あの、あー、ちょっと、あー、え、不在不在。え、留守ですか。あ、そこじゃない。待って、違う葉っぱかも。あ、いたあそこの穴。あ、うわー、気持ち悪い。キモキモ、俺無理だ。俺本当に無理だ。俺これ見たくない。行くよ。うわー、うわ、さあ、じゃんけんで負けた人が食べる。やばい。まだ皿ある。俺さ、欲しいの困るんだけど。おららおらら、辛すぎなの。1個だけで、2枚だけで。いや、試しに入れてみただけだから。でもね、あの、人参とネギしかなかった時に比べてね、めっちゃしゃぶしゃぶ感出てる。ごまドレッシング、ね、いきます。あ、これ2枚あんの。そういただきます。普通の豚肉ですね。いや、反応が悪すぎるわ。いや、だから本当はそこにだから醤油とか多分一緒に混ぜた方が美味しいと思う。うん、なるほど。ごまドレッシング本当に好きだわ、僕。そう、わかる。本当にそれわかる。ごまドレッシング取れる。あ、ごめん。全部取っちゃった。ごまドレッシング。まだ得意の食レポお願いします。いただきます。わかるでしょ、僕の反応の理由。普通の豚肉ですね。普通すぎる。特別うまいものがない。あ、あとほら、下にレモン落ちてる。落ちちゃいないよ。下にレモン落ちてる。どんな家庭だよ。OK。 あ、いや、違うって。ここ入れんじゃなくて、違う、醤油とレモンを混ぜるの。こんなことに入れないって、レモン。ちょっと、何レモン水でなんか作ろうとしてる。え、でも美味しいだろ、絶対に。いやいや、ちょっと待って、じゃあ、まあ、ちょっとしか入れないから大丈夫。いや、まあ、ギリギリせえ。大量に入れて、しまえばいいと思う。もう大量に入れます。そしてみんな、少しずつ、取ってってね。すいません。あ、いいです。じゃあ牛肉は逆になんかもう、あ、牛肉めっちゃちっちゃい。僕の席盗まれたんだが。どう、醤油とレモン。うまいうまい。うーん、やった方がいいよ絶対。これ多分イベリコ、これ多分イベリコ美味しいわ。え、これダブルソースはどうかな。いや、ダブルソースがもうこれが逆にもう格別だと思う。あ、いいのかな。あ、うまいのダブルソース。そして殻の、うーん、米を食らって。もう、勢いがありすぎるな、食べる時の。うん、落ち着け。うん、うまい。うん、僕もご飯食べたいです。いや、やっぱでしょ、米食べたい。私はこの米があるかないかなんだよ。オーマイゴッドネス。サンタの見て。オーマイゴッドネス。ダブルソースだ。え、ダブルソースなんか違った。ダブルソースやっぱ違うよ。食べろ。これでさ、あの、普通の豚肉かかったらちょっと。いや、普通の豚肉なんだよそれ。だからあんま美味しくない。もううまいよ。ほんまに美味しいでしょ。これは美味しいよ。まあね。あ、食べております。やっぱ米だよ。いただきます。いいですね。え、だし持ってこようか。あ、これだしあるわ、ここ。ごめん、えのき食べてみんな。マジで美味しい。もらいます。いきます。食感がめっちゃいいでしょ。うん、やっぱえのきは最高なんだよ。だし入れたい。あ、入れる。じゃあどうぞ。じゃあ大丈夫、このサラダが。だしすげえ。これドッキリの後片付けとか大変じゃないですか。いやー大変だよ。だって一回建造の部屋をもう完全に家具なしにするっていうドッキリして、家具全部出したんだよ家から。その後戻すのとか、もう動画の撮影もないのに戻さなきゃいけないっていう面倒なことがありました。え、皆さん、ツイッターで誰かが未来を読んでます。クリスマスパーティー料理をしてほしい。違うんすよ、これだけじゃない。俺たちは明日からどっかに行くんです。おいっすー。なのでね、皆さん
あ、ごめんなさい。その旅行動画見なかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。楽しみに。他の次の質問探してます。好きな J-POP は？僕 J-POP 全く知らないです。僕は前はあのグリーンがね、ちょっとやった。あー、あれ歌ってる人誰だっけ。ファンキーモンキーベイビーズ。おお、あーね、懐かしい。あと一つ歌った。俺一つ一粒の涙で。そうそう、懐かしいですね。え、てかみんな卒業式何歌ったの。僕はラップゴッド。あーさまらまどむらまゆうさまらみむ。うん、エールと、うん、まあとは、栄光の架け橋。栄光の架け橋ってさ、みんなそれじゃない。ね、みんな歌う。でも俺らは英語だったから。で、英語知らない人多いと思うよ。僕と健三が中3卒業した時にクラス5人だったんですね。おー、俺らのレコード抜かしたな。俺ら2人だったぞ。ね、卒業して僕たち5人だったんですよ、中3。そして僕と健三が男子2人で、卒業式の歌を始めた時に、自分たちで歌詞を作って英語で始めたんですよ。やば。プロが歌います。いきます。僕らの卒業式。せーの。There were tears.Of secrecy. そこまでしか覚えてない。That I share in the dark. え、めっちゃすごいよ、それ。新規のリスナーさんたちは、マルクさんがビートボックスできること知らないのでは。久々にマルクさんのビートボックスが聞きたい。さあ、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 お披露目会。やめろ。またブロックされたんだけど。やめろ。やめろ。ポッパッ。Yeah. うん。Yo. 俺の名前はケンゾ。You suck my fucking. あ、いいっす。僕らは忘年会しゃぶしゃぶやってます。しゃぶしゃぶしながらしゃぶしゃぶされる最高の気持ち。イエー、ちょっとなんか絞れたかった。いや、いいよいいよ、この路線好き。じゃあ皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録、そして2022年も応援お願いします。よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。3、2、1、アディオ。